にちは、さおりです。今日はひよこ豆 100% でひよこ豆パンを作ってみました。トーストして食べると外側はサクサクで中はふわっとしてすごく美味しいです。では作っていきます。乾燥したひよこ豆を一晩水に浸水させて戻したものをしっかり水を切ってブレンダーに入れてペースト状にしていきます。ひよこ豆の粒がなくなってペースト状になったらボウルにあけて他の材料を混ぜていきます。塩、サイリウムハスク、ベーキングパウダー、レモン汁と重曹を混ぜて入れていきます。お好みでオレガノやローズマリーなどのハーブやクミンやガーリックパウダーなどを入れても美味しいです。画面ではオレガノとローズマリーを入れています。サイリウムが水分を吸って生地が固まってきたらクッキングシートの上に開けていきます。形をきれいに整えたら焼いていきます。お好みで上にハーブやごまなど好きなトッピングをしても美味しいです。予熱した170度のオーブンで50分焼いたら完成です。画面のものは次の日にカットしているので少ししぼんでいます。ビーガンチーズを上に乗せてトーストして食べてみました。ふわっと柔らかい食感です。ビーガンチーズやポタージュ系のスープと一緒に食べると合うと思います。少しだけ底の部分が沈んでいますが、しっかりトーストして食べるとほとんど気にならないです。これはしっかり長めにトーストしたものです。しっかりトーストして食べる方が外側がサクサクで中がふんわりして美味しいのでおすすめです。タンパク質が豊富なひよこ豆パンおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。